チベットの領域に関する認識と主張。チベットの領域に関する認識と主張では、チベットの記事の下方単位として、チベット亡命政府及び中華人民共和国政府それぞれの主張するチベットの範囲を中心として、チベットの領域についての認識について紹介する。チベット亡命政府、中国政府それぞれの現在の主張を紹介するに先立ち、本節では、 チベット人の伝統的なチベット認識について紹介する。チベット人が伝統的にチベットの国土と考えてきた領域、周縁部の諸民族との雑居地帯含む領域は、シ小プーと大プー、チベットサンチョルカ等として一括される地域である。これは、中華人民共和国が民族区域自治政策に基づき、チベット民族の自治区、チベット自治区、自治州、 青海省、四川省、甘粛省、雲南省のチベット属自治州、自治境などを設けている領域の層は、チベットの河富渦において、歴史的チベットと称して提示されている領域にほぼ、等しい。この領域の全域が、チベットに本拠地を置く、単一の政権によって統合されていた期間は、さほど長くないとされるが、トバによるチベットの建国以来、 この地域の住人たちの間では、文化的、経済的な一体性を背景として、一国としての関連が共有されてきた。モンゴル帝国や、明王朝の作法を受けたこともあり、18世紀の妖政のチベット分割以降は、カム地方の東半部とアムド地方東部の諸公たちは、兵部から土市として作法され、彼らの所領は、四川省、大見地方などに分属して、 内地に帰属するとされていた。しかし彼ら自身が編纂させた史書を見ると、文字皇帝、イコール成長の君主との関係を、誇らしげに提示する一方、自分たちの所領が、チベット、バドユルから分離され、中国、ジアナグに移管されたなどとは全く考えておらず、一貫して、チベット三朝ルカの一部を構成していると、考え続けていたことわかる。中国語で、 チベットと名付けられた地域の領域は、チベット人が伝統的にチベットの国土と考えてきた蒸気の領域のうち、西南方の2分の1程度に相当する。チベットに対する中国語の呼称としては、トバン以来、トバンが用いられてきた。17世紀末、新代の文献にも、当時チベットを支配していたダライラマやグシハ藩王朝の勢力をトバンと古田霊が見られる。 このほか、チベット全体を指す信頼の漢字表記としては、ドハク、古徳、土白徳などもある。これに対し、漢石における、チベットという故障は、チベットの西南部2分の1程度を占める、タンラ山脈以南、リチュカワイ西の地域に対する故障、もしくは、ダライラマ勢力の代名詞としての要例が、大部分であり、チベット全土を指す故障として用いられた例は、極めて少ない。 中華人民共和国政府が設置した小規模の民族区域自治の単位としては、内蒙古自治区、公正相続自治区、チベット自治区、新京ただし我しか自治区、姉華海賊自治区の5つがある。これらの故障について、厚生、新京、姉華は、地名、民族自治を行う、主体民族の名称というパターンであるのに対し、内蒙古、チベットはいずれも、地名のみである。 チベットとして区画されている領域に対するチベット語の呼称としては全く別の固有名詞、プーが付されており、この領域をチベットと称するのは中国からの視点での呼称である。滅亡直前の成長や成長に代わって中国の政権を握った中華民国の歴代政権は、チベットのアムド地方やカム地方に、聖光省や青海省などの所称を設け、これらを 中国の内地と位置づけて、チベットそのものとは切り離し、チベット部分のみをチベットと称する政策をとった。歴代の中国政府がチベットに関する自身の立場を、世界の様々な言語によって発信する際の用語を見ると、チベット部分のみを指す訳語として、従来その言語で、チベットに対する総称として用いられていた語彙、チベット語のバド、日本語のチベット、 英語のティベット島が用いられている。中国共産党は当初これとは別個のチベットの枠組みを掲げていた時期もあったが、1949年の中国人民政府の樹立以降、現在はチベットのみをチベットと認識している。中国共産党が出版、刊行する日本語文献においては、チベット地方、 チベット自治区に統治される訳語として、チベット地方、チベット自治区という用語が用いられる。中共政府は、現在、チベットの大部分を統治下に置いているが、この領域を統一的に、チベットの民族区域自治単位とするのではなく、五つの小級、自治体に分属させている。かつて、中国共産党は、調整の際、チベットとは、リチュワワを挟んだ対岸。 ンゼ州に暮らすチベット人たちを組織して、チベット人政権の全国大会を開催させ、チベット人人民共和国を樹立させた。この共和国は、当のチベット人自身の参加も少なく、共産党軍がこの地を去るのに伴い消滅した。このチベット人人民共和国は、国境内戦当時、中国共産党が樹立した中華ソビエト共和国において、 中華連邦に自由に加盟し、また離脱する権利を有する民主自治国として樹立されものであった。また、国境内戦で共産党が国民党に勝利すると、1950年には、この地に、成功肖像族自治区という一省の全域を、領域とする民族区域自治単位を設立した。1955年になると、この省を廃止して州に格下げし、 四川省に併合、1965年にチベット自治区が発足した後も四川省に属したまま現在に至っている。チベット亡命政府は中国がチベット部分のみをチベットとすることに対してチベットを分割、縮小しようとするものとして非難している。チベット問題解決のため中国政府に対して要求したチベットの真の自治の条件の一つとして チベット人の実行政単位の統合を挙げている。中国政府は、チベット亡命政府の統合要求に対し、上記の領域が歴史上一度たりとも統合されたことがないと拒否している。国家民族事務委員会は、以下の3点から、チベット政府の要求は、非現実的として反論した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。